活力ある1回生の皆さんが細かく鋭く調査をしていただき、その提言も生かさせていただいて事業仕分け第2弾に臨めるということになれば、内容的には昨年の第1弾以上の事業仕分けができるのではないかと。仕分け調査員として集まった95人の議員は、分野ごとに10のチームに分けられ、およそ900に上る公益法人の事業を対象に現場視察など実態を調査します。昨日の会議では調査での留意点や対象との接し方などが説明されました。実態調査の結果は今月12日までにまとめられ、政府の行政刷新会議が仕分け対象を最終的に絞り込みます。